じゃあ、最後になりましたが、エンドロールで最後流れていました歌なんですけれども、私が歌っております「母さん」という歌を皆さんと一緒に歌いたいと思うんですけれども、歌詞カードが皆さんにチラシと一緒に最初お渡ししていると思うんですけれども、そちらの歌なんですけれども、私が母に母の日にプレゼントした歌なんですけれども、なかなか日頃すごくお世話になっている方にありがとうっていう言葉っていうのをかけにくいと思うんですね。でその歌特にサビの部分にはありがとうっていう言葉がいっぱい入ってるんで、今日皆さんに覚えて帰っていただいて、日頃感謝してるけどもなかなかありがとうっていう言葉がかけられない人なんかに歌っていただくといいと思います。でサビの部分なんですけれども、ありがとうありがとう大好きな母さん、そこの部分は母さんでもいいんですけれども、例えばご夫婦でしたら、ご夫婦で一緒に来られてる方でしたら、ご主人の名前とか奥さんの名前を叫んでいただいてもいいですし、今一番自分が大好きな方の名前を大きな声で叫んでください。皆様大きな声で叫んでいただくといいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんすごいお上手です。
さんの方に知っていただくために、あの各地で上映してまいりますので、今後ともご支援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今あのゲストの方はあの退出していただきまして、あの皆さんのお帰りをあの表でお待ちしておりますので、あの温かい拍手であの迎えてあげてください。あの写真とかもどうぞ撮ってあげてください。